今回ロックフェラーにしましょうか。ロックフェラー。自分との約束を守る <laughs>。自分との約束を守る。まあこれってまああれですよね。うんまあいろんな言い方があるんだけども同じような部分で自分がこう思う、思ってるその思ってることの思ってるを約束に例えるか例えないかだって思っていることを何だろうな。うーん そこでね諦めてしまうんだったらその思っている約束約束してるのが分かんないですけどだから思いを約束するっていうかこれまあ僕の中で結構考え方として絶対こうだっていう自分の中の絶対を作るっていうのが結構僕はあの大事だなと思うんですよ。自分の中の絶対他者ではなく自分の中の絶対ですね。絶対これこうするぞっていうその絶対なんで絶対なんですよ。 だけど、絶対っていうところの約束を守らないんであるならば、絶対にならないんですよね。うん。まあこの約束を守るっていうのも非常にいいと思いますよね。で、多くの人は、うん、約束を守ってるんじゃないかな。要は、自分の信用を落としてる。自分の信用を落としてるから、まあ、スピリチュアル的に言うならば、信用を落としてるから、どんどん運が逃げていく。でも、信用を貯めていくと、どんどん運が引き寄せられる。まあ、ビジネスライクに言うと、信用を貯めれば商品売れるし。 うん、なんか久保さんもいっぱいお客さんのね、えー、対応してきて、ね「頑張ります久保さん」みたいな「そっか塾入って頑張ります」って言ってね一番久保さんが頑張ってるみたいなね <laughs> みんなやめていきますからね <laughs> みんな約束破ってるんで自分の信用を落としてますからねそれは運も味方にできないですよ、うん、自分の信お客さんまあビジネスで言うならばお客さんとの信用を貯めていくっていうのも大事なんだけども人生において自分の 信用を貯めていくっていうのはいろいろなきっかけだったりとか運だったりとかそういうのも引き寄せると思いますまあこれはロジカルシンキングに言っても一緒で辞めてしまったら運なんか引き寄せられないじゃないですかだって辞めてんだからでもやってれば運って引き寄せられるんですよね、うん、僕がねすごく運が良かったなラッキーだなと思うのが、まあ、稲森和夫さん亡くなられましたけどもあのー、1 5 6年前ですか 十もっと前かなまあ結構前に僕はあの前職の会社でその昼飯を一緒に食べて社長と一緒に昼飯を食べてる時に社長が尊敬する人って誰ですかって聞いてでそしたらそうだな京セラの稲森さんかなみたいなことを言ってたんですよねで僕もその時ビジネスの勉強なんか全くしてなかったんで稲森さんの存在を知らなかったんですよね誰だ稲森っていうのがっつって。 でその時あの本屋に行ってねすぐ稲森さんっていう人の本をね探したんですよでそしたらちょうどね山積みにあってその「生き方」っていう本がね売られていて,て今もう100万部超えましたけど当時はね30万部とか20万部で出たばっかの時だったんですよでまあそれを買いましてで まあ僕はまあビジネスを続けてましたでその結果10年後その本を手に取って10年後まあその知人の紹介であの稲森和夫さんに直接お会いすることができてその本を持ってってね10年前に買った本「生き方」っていう本を持ってって稲森和夫さんに「すいませんサインください」っつってねサインもらったんですよだそれがね結構ね あの僕は思い出深いなってたった一冊の本なんですけどもし僕が続けてなかったらまあ稲森和夫さんと直接会うっていうチャンスはね多分なかったんじゃないかなと思うんですよねうんもうしかももうなくなってますからねもう会うことは絶対不可能じゃないですか今今はねもう,もうどう考えても僕はあの稲森和夫さんに直接会ってサインもらったっていうのはすごい思い出深いですね まあ、堀江さんもそうですよね。堀江さんも僕ビジネス続けてなかったら、多分堀江さんの講演行ってないんで、直接質問するとか、まああとね、ビップ席なんか、多分買えないですよ。一般の人は、だってビップ席の人も3万ですから。3万。<laughs> 普通は1500円ぐらいだったかな。数千円なんですよ。普通の一般席は。でも3万なんですよ。全然違いますよね、ビップと。だから普通にやってたら、多分 v ビップ買えないですよ。買おうと思わないし、多分言行ってたとしても。 僕ビジネスやってたからこそ VIP お金をそれだけ払うその価値を見いだすというかねまあそういうのも分かったしでも一般の人は高い安いで判断するわけじゃないですかまああとはお金がないとかあるとかでねうんでもこれビジネスやってたからこそその3万払う価値を見いだす自分で見いだしていくっていうなんかそういうのもどうせ参加するんだったらそこっていうねそこに貼れたしこれビジネスやってなかったら貼れないですよ多分僕は うん、まあ普通の一般席でしょうね。だから一般席だから質問もできなかっただろうし。い、うん、ってらっしゃい。